じゃこんにちは。ちょっとな、はい、いかんな。加圧ですか？加圧。いやまあね、はい、何の話かというと、はい、ジャクソンか。ジャクソンロッテのね、はい、まあ対談して、はい、まあ逮捕されたというね。そうです。大麻所持。そうです。7月7日の西武戦の試合後、うん、まあ、ジャクソン選手の千葉の自宅を球団幹部らが立ち会う中で捜索したところ、まあ、そこで逮捕ということに。なるほどね。はい、なったんですけれども、まあ、疑惑はあの広島時代からあったんだよね。あ、もうそうみたいです。あのジャクソン選手2016年から2018年まで、まあ、広島にいて、うん、その後ブルワーズに去年いて、まあ、今年からロッテに来たんですけれども、うんうん、カープにいる時からよく広島の歓楽街で流れ川などで飲んでいたと。で、酔っ払って喧嘩を吹っかけて何度か警察のが出動したこともあったそうなんですけれども、うん、まあ、そういった中からジャクソン容疑者が大麻をやっているとの情報がもうその時からもたらされていたと、うん、まあ、噂レベルでしょそれは、はい、でただその内定はマトリは内定をもうちょっと進めていたと、まあ、もしかしたら数年前からそういうふうに進めてたのかもしれないですね。まあ、そうだね。で、来た、で、ロッテに来た、日本に来たっていうところからまた進めていってという。はい、一回帰ってるからね。そうです、そうです。はい、だけど、まあ、アメリカではさ、はい、合法な州もあるわけでしょ。そうです。あの何州かは、カリフォルニアだったりとか、マリファナとかね、はい、ああいうのが合法なところがあるけども、はい、まあ、日本のルールっていうのは分かってなかったのかね。分かってるよね。分かってるよね、はい、ちなみにあのブルワーズがあるのはウィスコンシン州っていうところなんですけども、うん、ウィスコンシン州はマリファナ合法化されてません、うん、違法ダメです。なるほど、ね、はい、でも、はい、まあ遠征先とか、はい、そういうところでは合法なところではいいわけだからね。あ、もちろんアメリカのその州によってはそうです ね、はい、でヨーロッパの方も大丈夫でしょ、はい、大丈夫なところあります。あるよね、はい、だからまあ日本のルールだからね、これはね。はい、もちろん。で、やっぱこう野球選手ということを考えるとさ、やっぱそういう自覚は持ってほしいよな。いや、そうですよね。ちょっと残念やな。そうですよね。だってロッテとしたらすごいいい戦力が取れたっていう風な思いもあるし、はい、やっぱ今年ロッテがいいだけにね、だからちょっと水を差すような。でも退団してからの逮捕ということで、はい、まあまあそこはねロッテに傷がついたのかどうかわからないけど、はい、まあ、だけどちょっと嫌なニュースだよね。またコロナということでさ、はい、なんかそういうことを吸引してるっていうのはさ、はい、ちょっと話が暗いな。いや、もうそうですよね、うん、でそのジャクソン容疑者は広島時代に付き合っていた日本人女性と子供がいらっしゃったそうなんですよ、うん、でも折り合いが悪くなって別居状態だったと。でよく子供の顔が見たい、会いたいとつぶやいていた、うん、で子供と再会するには日本にいた方がいいと思ったのでロッテと契約して、だからブルワーズから戻ってくる形になったっていう。やっぱりそういう寂しさからね、うん、なんかあったのかもしれないですね。あ、まあまあそういうことに走るっていうケースは多々あるけども、うん、だけどそうじゃなくてね、うん、やっぱファンもいるわけだから日本に、はい、だからそういう自覚を持った行動をね、うん、まあ、ちょっとしてほしかったけどね。いや、本当そうですよね、うん、で、まあ、あの大麻リキッド、大麻を液体に加工したものの所持で7月10日に大麻、まあ、を リキッドでこうするっていうのは、はい、どうすんの、どうするの、大麻リキッドだ、どうすんのリキッドって、リキッドどうするの、どうするんですか、え、なんか水、水っていうか分からないな。水ではないですよ、まあ、水かリキッドだから液体にして、うん、まあ、分かんないです。葉っぱから抽出するのか、その例えばその大麻のそのなんだろう、紅葉作用のところだけを、うん、違法の部分だけを抽出するで液体でそれを吸うってことなんじゃないですか。水タバコみたいにして吸うっていうことなの。あ、多分そうだと思います。あ、そういうことなの。はいはいはい、はい、その方が効力があるの。いや、わからない。俺もわかんない。どう私もわかんない。わかんない。効力が どっちがあるのかもわからないし、ないな、そもそもが、はい。でも、専門的だよね、それだと。まあ、専門、多分わかんない。そう、俺がこう、パッと知ってんのはさ、はい、なんか紙に巻いて。巻いて吸うってやつですね。紙に巻いて火をつけて吸うっていうだけだけど。いや、でも、多分今の若い世代とかは、タイマーリキッドとか、
あれなんですか？いや、あると思いますよ、それはもう前から。へー。ただこれをどうやって入手してたのかとか、誰から入手してたのかとか、まあそれは捜査が入るよね、まあ、捜査の手口がね、まあ、そこまで及ぶとは思うけど、はい、まあだけどなんか嫌だな、そういうのはね。俺もジャクソンがなんで対談したのかなっていう、あのいきなりでしたか、ね、いきなり対談って書いてあったからさ、はい、何かあったんだろうなって。でもまあ家族の不幸だとかさ、はい、いろんなことがあっての対談で向こう帰らなきゃいけないとか、うん、いろいろそうなのかなっていうふうに思ってたんだけど、大麻とかそういう感じでは全然想像つかなかったね。そうですよね、うん、まあまあもしかしたら寂しかったのかもっておっしゃってましたけど、うん、豊さんが寂しい時ってどうやって気紛らわせてますか、現役の時でも。寂しい時か、はい、泣かないでくださいね。いやいや大丈夫ですか。寂しい時はもうひたすら耐えるしかないよね。現役の時とかってどうやってその寂しさとか。現役の時の寂しさっていうのは、うん、例えば首を切られた時、はい、それは寂しかったけど、うん、だけどもう次へ向かなきゃいけないし、はい、だから切り替えなきゃいけないなっていうふうに思うけど、うん、まあ例えば今だったら寂しい思いがあるんであれば、もうひたすら耐えるしかないよね、うん、じゃあもしそういうと、まあ現役の時でもいいですけど、うん、そういう時にちょっとこれいいからさ、ちょっと吸ってみるとすごい寂しさとかなくなるよっていうのが来てたら、どうしてました。いやそこはさ、はい、自分の意思だから、うん、だからそこはやっぱ法に触れるか触れないかっていうこともあるし、うん、だからそこはできないよね。もうそこはもう絶対にっていう、そこはやっぱやっちゃいけないことだし。ですよね、うん、ただね、うん、寂しさの隣には必ず幸福が寄り添ってる、うん、幸福の虎には必ず不幸が寄り添うというかさ、はい、陰と陽みたいな感じですよね。陰と陽みたいなのが必ずね、人間って波があるんだよ、はい、だからそこはやっぱもう耐えるしかないよね。そう、そこはもうそういうものに頼らずっていうことですよね、うん、まあ頼っちゃいけないよね。そうですね。だからまあジャクソンもまあでもアメリカでもやってたんだろうね多分。日本に来てからすぐっていうことではないと思うよ。向こうの時代からだって日本の方が手に入りにくいわけだから、うん、絶対的に、うんうんうん、ね、入れようと思ってもルートがないわけで何もわからないじゃん、はい、でもアメリカだとそのなんていうの、合法なところはさ、はい、別に売ってるわけでしょちゃんと。あ、そういうあるでしょうね、ショップみたいなところが。だからまあそこら辺はもうスッと買えるわけだから、はい、おそらくアメリカではやってたと思うよね。まあ、だからもしかしたら常習性があったのかもしれないってことです、ね、うん、だからまあ常習性になんのこれは。タバコってやめれなくなるじゃない、はい、なんか常習性があるじゃない、はい、俺あなたあんのマリファナとか大麻って。いやあるんじゃないですか、ほら逮捕されてもまた何度も捕まってしまうとか。まあそうだね、方もいるので、はい、もしかしたらそういう常習性もあるんじゃないですかね。どうなの。いや私知らない、私も知らないんで。いや俺も知らないけど、だ例えばそういう、例えば寂しさとかの、うん、がなくなるとか、うん、例えば気分が高揚するとか楽しくなるとか、うん、嫌なことから逃げられるとか、まあ子供に会いたい、うん、まあ、中継ぎとか厳しいところで投げる、はい、うん、まあ、そういうことから解放されたかったのかね、かもしれないですよね。ただまあ現在は削除はされてるんですけれども、ジャクソン容疑者が最近自身の SNS で、日本で法的なトラブルから弁護士費用が必要になった、助けてほしいとクラウドファンディングを募るメッセージを発信していたということなんですね。クラウドファンディングでお金をお願いします弁護士費用かな。なるほどね、はい、まあ、今削除されてる、まあ、それは無理でしょう。そうですね、多分ね、まあそうですね、うん、よっぽどのファンだよ、お金持ちのファンがいたよ、よしこれを使えみたいな、じゃないとあれですけど、ちょっと無理だね。ちょっと人に頼らずにちょっと自分でね、まあそうだね、なんとかしないとっていうところですね。そうだね。最後にじゃあ一言カツお願いします、ジャクソン医者に。まあちゃんと更生してほしいよ、はい、ね、うん、もう間違いは人って起こすから、はい、ね、起こす時もあるし、うん、だけどもうね、そういうことからもうなんていうの、立ち直ってほしいな、はい、はい、よろしく。